アンパッカーはイギリスの陸上競技選手。1964年東京オリンピック女子800メートルの金メダリストである。1942年3月8日、オックスフォードシャー出身。パッカーは東京オリンピックの400メートルの優勝候補と見られていた。しかし、オリンピック決勝では52秒2のヨーロッパ新記録を樹立したにもかかわらず、 オーストラリアのベティカスバートに敗れてしまう。がっかりした彼女は800メートルに挑戦することとした。彼女は、実は、過去800メートルを5回しか走ったことがなかった。800メートルの予選、準決勝では共に、フランスのマリボンヌ・デュビュリエに敗れていた。決勝では、最後方の置からスタートし、1周目を終わったところでは6位であった。 デュビュリエの後ろについたまま600メートルを3位で通過。最終コーナーを回ってから彼女は優れたスプリント能力で先頭に立ち金メダルを獲得した。彼女は1962年のヨーロッパ選手権では400メートルの選手として銅メダルを獲得している。国際大会で100メートルから800メートルまでこなした数少ない選手であった。東京オリンピック当時、 同じイギリスの陸上代表選手であるロビー・ブライトウェルと婚約していた。800メートル決勝でゴールした直後、フィールドにいたブライトウェルのもとにパッカーが駆け寄り、抱擁する姿は市川根監督による記録映画にも収録されている。東京オリンピック後にパッカーは現役引退を表明し、同年12月にブライトウェルと結婚した。パッカーは三人の男児を設け、 そのうち二人は長じて、マンチェスターシティ FC の選手となった。また、1965年には夫婦揃って、上に除されている。ありがとうございます。